実験大好き MNL です。今回の話題は40年前アマチュア無線業界悲願を達成いたしました。アマチュア無線とレピーター。その当時は現在進行形の包括免許制度とね、価値はね、ほぼ同等だったと思います。詳しくはね、こちらの方の動画で紹介させていただいております。1982年に悲願のレピーター開局いたしました。その当時のね、思いっていうのを振り返らせていただければと思います。最近いろいろと問題も発生しております。その課題少しだけ整理させていただければと思います。災害時、遭難時、レピーター活躍。まあアマチュア無線のね、UVHF の話になるんですけどね。普通ね、地上同士でしたらアンパリ電波飛びません。ただ高いところにありますとね、ものすごく電波が飛びます。ですので山の上に無線の電波をね、中継する設備を設けるっていうことでね、OM 各局がいろいろと活動されておりました。まあその目的の中、当然アマチュアです。無線を楽しむっていうのが第一目的だと思うんですけどね。第二目的といたしましては、大規模災害が発生した時とか、山での遭難とか、海でのね、事故っていうんですか。まあそういう時に活躍するであろうということでね、レピーターの方をね、各地に設置していった経緯があります。あの当時のレピーターっていうんですか、今から20年、30年前のレピーターっていうのはね、433メガのメインチャンネル同様っていうんですか、かなりの確実で皆さんワッチしてたっていうんですか。まあ、ですから昔はね、ここで電波出すとね、キャッチしてもらえる可能性がね、飛躍的に高いような状況でした。大規模災害がね、発生した時に、アマチュア無線を活用した無線インフラということでね、大活躍した実績っていうのもね、多々あるような状況です。悲願のレピーター。山の上に中継所を設けたら終わりでしょって言うんですけどね、日本国内ではね、アマチュア無線局がレピーターを設置するっていう免許が売りなかったと。で、それがね、やっと1982年、悲願の達成ということでね、免許が下りるようになりました。条件としまして、JARL さんでないとね、免許が持てないということになっております。で、実際開局された当時はね、まあ、JARL さんが直営で、まあ、運営してるっていうんですか、直轄局と、JAL さんの方から、まあ、委託を受けるような形っていうんですか。希望者が JAL の方に免許を申請してもらって、運営はね、この団体局みたいな形で、クラブ局の方でね、管理している、この2種類のレピーターがありました。詳しいことはね、こちらの方のね、動画の方でも紹介させていただいてるんですけどね、あの当時、クラブ局、半分ぐらいはね、このレピーターをね、設置したいということで、クラブ局をね、設置されたんじゃないかなっていう時代がありました。で、現在レピーターの方ね、概要欄の方にね、リンク先貼り付けておきます。およそ70数局ぐらいがね、まだ運用されております。この40年の間にね、まあ入れ替わりがあるんですよ。入れ替わりがあるんですけどね、廃局した局っていうのはね、およそ900局、900ちょっとぐらいのね、局が廃局したことになっております。設置時苦労した。まあ、レピーターの一番のね、メリットっていうのは、高いところに設置するほど電波が飛ぶと。ですからどうしてもね、高い建物の上とか、山の上に設置したいと。まあ、今回でもね、山の上に設置する場合はね、普通よりもね、サービスエリアが広いレピーターということでね、広域レピーターとね、よく呼ばれてたと思います。広域レピーターってね、結構設置するのが大変なんですよね。こういうね、山の上っていうのはね、なかなか設備が設置できないっていうんですか、所有権の問題もあります。ですから大抵はね、役場なりあっちこっちの許可がいるような形なんですけどね、ほとんどの場合はね、災害対策として、社会インフラのね、一部として認めてほしいということでね、山の上にね、設置するようにね、お願いしたような経緯があったと思います。この当時はね、複数の関係機関ですよね。まだ実績なかったと思います。まあ何でも実績があればね、こういうのっていうのは少しは楽なんですけどね。特に中継局っていうのは電波が出ますからね、すでにそういうね、山の上にはプロのね、無線用の中継局が複数上がってる場合もあったんでね、なかなかこの辺の調整は大変だと私聞いたことあります。まあその辺がね、やっぱりアマチュア無線化っていうのは、いろんな職業の方がいるんでね、やはりこういう人脈もね、相当使ってね、なんとか許可を得たっていう話を聞いた覚えがあります。レピーター40年経過。まあ本当ね、レピーター、もうすでに40年経ってるんですよね。私もこのね、動画作成するときに少し指示を見たんですけどね、非常にびっくりしております。で、やっぱり一番の問題になってますのが、やっぱり40年です。もう機器がね、相当劣化してると。どうしても高い山の上にあるんでね、いろんなね、自然災害のね、直撃を受けて結構偉いことになっているレピーターが多いっていうんですか。あと、そういう機器もね、製造がね、終わってもう相当の年月が経ってます。なかなか修理してもらえないというよりも修理ができないような状況になっていると。あとは当然維持費ですよね。こういうね、機器を置いてるだけでも電気代っていうのが結構かかります。当然故障もしますからね、維持管理費っていうのがね、相当かかってしまうと。リピーターのね、抱えてる問題っていうのがね、実際このような形でね、物理的なところがやっぱ引っかかってるんじゃないかなと思います。最近は昔よりもね、減ったと思うんですけどね、リピーターマップにはあるんですけどね、実際に叩いてもね、全然動かない。紙切れだけのね、リピーターが増えたっていう経緯がありました。免許人はね、JAL さんです。これではいかんということで、2010年にね、制度変更ということで、今まででしたらね、この団体局ですよね。団体局の免許に関する費用とか、電波税はね、JAL さんが払ってたようだったんですけど、このようなね、お達しの文書を出されてね、JAL さんもね、結構しんどくなってきたっていうことでね、各団体さんに費用を負担してほしいっていう流れがあったそうです。と、この最近でしたらね、1200メガ、GPS のね、精度を高めるための衛星、そちらの方のね、影響もあるからっていうことで、1200メガ、10ワットから1ワットに下げるような指令っていうんです。1200メガはね、ものすごくね、局数が減ったような形となりました。デジタルですよね。実際デジタルでね、使えるのは D スターだけ。Wire's X はね、レピーターとして未だにまだ認められてないので、現状はね、この D スターとアナログ型が混在していると、2種類のね、レピーターがあります。レピーター。廃局も難しい。レピーターってね、やっぱこの電気代がすごいと。で、当然設備です。壊れることもあるんでね、維持管理、これ相当のね、費用がかかってると思います。で、なおかつこの利用者も減ってきてると。実際レピーター聞いてても使ってるレピーターってあんまりないんですよ。確かに動いてはいるんですけどね。昔はすごく利用者がいたんですけどね。町は無線化でもね、まずスマホで連絡取り合おうとすると思うんでね、なかなか使う方が減ってしまったと。これがね、実際のとこだと思います。もう一つはね、やっぱり都市型レピーター。先ほどもありました。1200メガを中心に比較的ね、低い建物の上にあるようなレピーターはね、維持管理ができない。費用がかかるからっていうことでね、かなりね、1200メガのこの都市型レピーターっていうのは減ったと思います。で、今残ってるレピーターのかなりのものはやっぱり開局時にかなり苦労したと。先ほどもありましたけど、やっぱり広域レピーターみたいな形でね、公共性を追求して許可をいただいたようなところっていうのは、なかなかね、やっぱり先輩方がね、一生懸命設置したレピーターですからね、なかなか下ろせないと。当然、下ろす場合も多分許可がいると思うんでね、この辺はね、今管理されてる方、非常に苦労されてるんじゃないかなと思います。開局数に苦労したレピーターほどね、やっぱり廃局するのが難しいんじゃないかなと思うんですよ。もうこの辺はね、今アマチュア無線業界のレピーターにおけるね、非常に悩ましい点だと私は思っております。野心的レピーター。このレピーターってね、実際ね、いろんな種類があるんですよ。今回ご紹介するのはね、私が過去に経験したちょっと西日本にありますね、珍しいレピーターを紹介させていただきます。サービスエリアがね、全国のレピーターっていうのがあります。標高 3000メーターの山のてっぺんにありますレピーター。富山県にあります立山レピーターですね。こちらすごく有名だと思います。詳しい内容はね、こちらのホームページの方でね、詳しい情報上がっております。私も以前ね、石川県に住んでる時代に、石川県のね、方々と富山の方々とね、協力しまして、このレピーターのちょっと端っこっていうんですか、同じ立山連峰だったと思うんですけどね、パケットの中継のね、設備がありまして、そちらの方のね、メンテナンスのためにね、確か4回ぐらい山の上に上がったことあるんですけどね。こちらの方のね、レピーターも見たことがあります。とんでもないところにあります。もうほんとね、3000メーターの山の上です。ヘリコプターとか使ってね、荷物を上げるんですけどね。実際そう言うてもね、上げきれないものは人の手で上げたり。で、当然メンテナンスするために人が上がらないといけないんでね。このレピーター、めちゃめちゃ管理するのはね、大変だと思います。もうほんとこのレピーターね、超野心的やと。買い方はね、特に注意していただきたいと。特に電気の方がね、このレピーター、もう今雪が積もってます。太陽パネルも使えないような状況ですからね、限られたね、電気で動いているようなレピーターとなります。で、あともう一つの問題がね、非常にサービスエリアが広いです。アップリングの周波数にね、ダンプ無線等が混じってね、妨害している時があるとも聞いております。詳しくはね、X の方とかね、見ていただければね、リアルな状況っていうのがわかると思います。ぜひともね、こちらの方見ていただければと思います。今月ありましたね、地震の余震ですね。本震ではなんとか持ったそうなんですけどね、余震でアンテナが倒れてしまいましてね、残念ながらね、春までは停波が確定してしまっております。詳しくはね、ホームページをね、見ていただければと思います。で、あとはね、この私の里なんですけどね、愛媛レピーター研究会。まあ、これはね、愛媛県内のレピーターをね、一つの団体で全て管理しております。ホームページ、こちらの方にあります。ぜひとも概要欄からね、見ていただければと思います。愛媛県内の主な山の上に上がりましてね、災害対策の公共的な使い方も考慮にしたレピーターということですからね、均等にね、サービスエリア保っているような状況となっております。愛媛県内におるとこういうのが当たり前かなと思ったんですけどね、実際ね、レピーターの管理っていうのはね、他県行きますとね、非常にややこしいと。まあそういうところはね、愛媛県非常にうまい形にね、まとめたと思っております。ぜひともね、この2つのレピーター、ホームページ持っております。まあそちらの方のね、内容等を見ていただきましてね、賛同できる方はね、ぜひともね、協力していただければと思います。こういうレピーターがね、公共のためにも役立っていると。で、アマチュア無線化のね、野心的なね、思いもこもっていると思いますからね。まあぜひともホームページの方、改めて見ていただければと思います。まとめの方をさせていただきます。こちらの方のレピーターっていうのも、もともとはね、アマチュア無線業務をね、するために設置されたレピーターなんですけどね、第2の目的っていうのはね、やはり災害時の備えやと。維持管理がね、めちゃめちゃ今大変になっております。ハード機器のね、まあリプレイスとか、もうこちらの方のハードもね、結構な費用かかります。その次にね、やっぱり維持のためでね、人材不足っていうんですか、お金がありましてもね、ある程度ね、人が動かないとね、こういう設備っていうのは正常に動作できないと。やっぱり人的なね、面でも今不足しているような状況です。やはり資金も必要だと思います。まあ、アマチュア無線のね、社会貢献の一つということでね、レピーターっていうのが存在しております。全国各地のね、各団体さんっていうのがね、ホームページ立てられております。社会貢献考えられている方おりましたらね、ぜひともね、レピーターの団体、協力していただければと思っております。40年前の悲願なんですけどね、このレピーターっていうのを紹介させていただきました。まあ私もね、できた時にはね、非常にびっくりしてね、あっちこっちのレピーター叩かせていただきましてね、いろんな方々と QS をいたしました。そういえば最近ね、こういうレピーターっていうのはね、D スターはね、YouTube でもね、時々紹介されていると思うんですけどね、一番普及している無線機っていうのはアナログの無線機だと思います。こういうアナログのレピーターっていうのもね、まだ必要だと私は思っておりますので、こういうものがね、必要であるっていうことをね、ぜひともインターネット上でね、検索していただいて、身近なレピーターをね、支えていっていただければと思っております。おそらくお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。